ボートレース都の YEG 第30回東海ブロック大会2大会記念杯、ここからは準優勝戦の開始、向かいますレースは第10レースです。対戦メンバー1号艇岡山、新井輝俊、2号艇兵庫、安田雅彦、3号艇大阪、五反田忍、4号艇三重、春園浩太、5号艇三重、野村康友、6号艇群馬、土屋千秋、以上のメンバーです。スタート展示は5号艇野村が4コースまで動いていたんですが、本番では定番順でしょうか。1コース3、1号艇新井輝俊、前半レースまくり出して6勝目をマーク。2コース2号艇安田雅彦は前半刺して5勝目を挙げています。3コースは3号艇五反田忍、予選は3勝マークしていました。その横には4号艇春園浩太、今日前半レース逃げて4勝目を挙げています。5号艇野村康友は前半レースはトップスタートからまくって勝っています。6コースは6号艇土屋千秋、今回女子レーサー2人が予選突破を果たしています。定番順の進入で門市は4コース4号艇春園浩太、最初の準優勝戦結局は枠番通り3対3と2つに分かれています。風は現在向かい風が少々強めの状況、風速は4メーターから5メーター程度。向かいますカードは最初の準優勝戦です。第10レーススタートまで10秒前です。進入は内から1番2番3番ダッシュが4番5番6番です。スタートしました。1コース1号艇新井、そして2、3コース2号艇安田、3号艇五反田、好スタート。逃げる1号艇新井、2号艇安田、切り込んでまくる3号艇五反田、内を突くな4号艇春園、逃げる1号艇新井が先頭。2番手争いは外から3号艇五反田、間から2号艇安田、内側から4号艇春園、振り切るか3号艇五反田が2番手優勢。スタートは正常です。一瞬にマーク、1号艇新井がクリア、2番手切り返してくる2号艇安田、4号艇春園、握った切り込んでくるんですが、3号艇五反田遅れを取って内をつくのは6号艇土屋です。今度は2番手2号艇安田が浮上、3番手らしいは3艇混戦です。2周目に入っています。1マーク1号艇新井が先頭、2番手2号艇安田が旋回、3番手6号艇土屋が先まって握っていったら4号艇春園、3番手4号艇春園で2、3番手もまた定冠詰まってくるか。2番手2号艇安田が一定身リード、相当から4号艇地元の春園が食らいつきます。2周にマーク、優勝争い2番手争いは内側から2号艇安田、握っていく4号艇春園になりますが、内しのぐ2号艇安田正彦、2番手2艇身3艇身リード、4号艇春園が3番手、1番2番4番最終周回です。3周1マーク1号艇新井輝俊が先頭、3周1マーククリア、2番手切り返してくる4号艇春園、回してから差し返す2号艇安田、内を突く2号艇安田が2番手優勢、4号艇春園が3番手、1番2番4番の順、2、3番手定冠2艇身から3艇身差、これから最終ターンマークです。0台前半トップスタート逃げた1号艇新井輝俊が先頭、最終ターンマーククリア、2番手2号艇安田が回って、3番手4号艇春園、内を突く6号艇土屋が迫りますが、3番手4号艇春園で先頭1番新井輝俊5輪、2番手2番安田5輪、3番手4番春園5輪、6番土屋5番野村、ラスター3番五反田五輪です。